わ、なんか変なのに捕まった。君はフラベベというポケモンご存知ですか？お、ポケモン図鑑に登録されてますね。なるほど、さすが博士が選んだポケモントレーナーですね。フラベベはなんとフェアリータイプなのですよ。フェアリータイプというのは最近分類されたばかりのポケモンの新しいタイプですが、タイプの相性を見直すきっかけになりましたのよ。で、私からプラターヌ博士に頼まれて、フェアリータイプを他のポケモンの、他のタイプのポケモンと戦わせてみましたの。うるわしい私の名前はジーナ。僕はデクシオ。2年前プラターヌ博士からポケモンと図鑑を託された。言うなれば君たちの先輩です。よろしければ私がポケモン研究所に案内いたしますわ。おー、まあはいにするか。ちょっとレベル上げたかったんですけどね。新しいポケモンを加入しまして、あ、まだいいんかい。加入したんでちょっとレベル上げてこよう。うわー、来た。おや、ニーエルの様子が来た。早かったね、結構。レベル16だわ。まあけど普通か、16なら。すごい、これ、水属性だからさ、こういう風になるのかな。うわ、かっけー。ゲコ頭だっけ。いや、いいね。背景が綺麗だね。進化後。進化の背景。いや、いいわ。やったぜ。よし、じゃあ行こうか。ちょうど、レベル上げっていうか、倒したし敵も。誰だ、こいつ。誰、こいつ。カラス最大の都市、ミアレシティ。僕はそのすべてを知らない。お前は、後に出てきそうな男だな。じゃあ行くか。オン。ゲコ頭は懐いた。ポケモンは一緒に歩くほどに、トレーナーに懐いてくれるからね。はい、技マシン、恩返し、ポケモンが懐いてくれるほどに威力が上がる技だよ。え、マジで？クソいいじゃん。ありがとな。ゲートを抜ければミアレシティ、さあさあお進みくださいな。よっしゃ、行きます。あ、ゴミ箱。ゴミ箱ちょっと見さして。ここは、うお、綺麗な街並み。しかも見て、あの、空みたいな車。この、え、ポケモンの世界に車っていう概念あんの？っていうか。初めて知ったんだけど、それを。なんだ、あの犬。では、私が研究所の前で待ってあげますわ。彼女が歩いて行った先に研究所がありますよ。その前にさっきのゴミ箱、トレミアンだっけ？でけえ、この人。入り口よりでけえぞ。2メートル以上あるな、優に身長。ちょっとさっきの場所にゴミ箱を見たい。ゴミ箱を見るんだ。すごいな、視点が。パンティ見えそうじゃん。あ、違う、座るな。あー、空っぽかい。すごくない？ここ。視感が。ほら、もう、そこ、パンツ見えそうだぜ。セレナさん。あとちょっとやん。ほら、見えたぞ、今、おい。いい、大丈夫これ、センシティブじゃない？絶対酔いそう、これ。キャッフ！まあ、まずは行くわ。ちょっとその前にポケモンセンターやろうか。おー、広い。浅めタウンからここまで遠い道のりだったわね。博士は3階でお待ちかねよ。さあ、エレベーターに乗りなさいな。この人の髪型すごいな。なにこれ、ツインテールでもないし。なんなんだこれは。すごい髪型しても、うお、一人乗り。すごい。何階に行けますか？ 3 階だよね。さて、プラターヌってあいつだよね。変な廃止最初に出てきた博士。おいた！やっと会えたね。よし、こっちにおいで。知らないおじさんには、ついていっちゃダメと教わったけど、まあいいか。ついていこう。浅めタウンからはるばるこんにちは。僕がプラターヌ。ポケモンとの旅は楽しいかい？いろんなポケモンに出会った？よし、それでは早速君の図鑑をチェックしちゃうよ。ふむ、セントラルカロスで見つけたポケモンは31匹だね。結構見つけたな。おお、そこそこ埋まってきていい感じになってきたね。キメにはきらめきがある。とにかくいい感じ。ポケモンを託すメンバーを選ぶにあたって、一つの街から一人ずつそう考えていたんだよね。浅めタウンなら知り合いのベテラントレーナーさんのお子さん。その時知ったサイホンレーサー、サキさん息子の引っ越し。そう、君はカラス地方を知らない。それがグッときた。つまりグッドポイントはなわけ。博士サンナです。遅くなりました。
よし、みんなでポケモン勝負だよ。マジか。君の相手はこのプラターヌがするよ。何それ。まあ、一回やってやるか。オッケー、じゃあ行こうか。ポケモン勝負始めちゃうかい。言っておけよ、僕強くないから。あー、なんだよ。期待させんなよな。まあ、博士だからな。弱くあって結構よ。ポケモン博士プラターヌが勝負を仕掛ける。不思議だね。不思議だね。マジか。弱点疲れた、いきなり。ミンエルは、草タイプでござる。これじゃあ、一発バックしようか。あ、そう、見て、僕の新たなメンバー、リョックス。こいつなんかね、出現確率調べたところ 5% らしいね。結構頑張って捕まえたわ。不思議だねって、まず毒タイプ持ってないよね。持ってたら、リョックス出したかったんだけど。持ってないと思うんで、さすがに。こっちで行くわ。鳴き声。聞くじゃねえかよ。攻撃下げられた。まあ、だがしかし、続く。まずは右目。もらおうか。そして、次は、うわ、ちょっと鳴き声だるいな。まあいいわ、別に。関係ねえ。左目。そして最後は眉間に、つついて、もう脳まで達して殺す。この3さ、その、この3つきで、敵は、寿命が尽きる。かわいい不思議だね。ニーエル。ゼニガメ、え？ゼニガメ人影リザード、え？ゼニガメ人影、あいつを出してくるつもりか、こいつは。名前忘れちゃった。不思議だね。じゃ、これちょっと、リョクスイ行こうか。行け、リョクスイ！前！ゼニゼニー！激流。いらねえ。こ、そう、こいつトレースだからね。一応ね、素早さ順位とかわかるね、こいつで。念力。半分入れ。ああ、全然ダメだ。全然ダメだ。じゃあちょっとこれ、ニーエルに変えよう。ニーエルで効果今一つなんで、しかも水の波動覚えてるからね、こいつ。強いよ、ニーエル。尻尾。これ確か防御が下がるやつ。じゃあこいつの水の波動で終わらせようか。コナン引け！コナン引け！コナン、あーしないか、コナン。なかなかやるじゃないか。てか、体力高いな、43って。意外とやるね。死ね！あー。いかないか。水チップ。じゃあ、ここはもう最後は電光石火で終わりです。いけ！初代よ。初代御三家よ。貴様はこの、人気投票ナンバーワンにもなった月光頭さんに、月光がさんの下にいろ。人影。こいつももう、ニーエルでいいわ。人影とか使いてえな。メガレクーザ欲しい。そう、この時代はメガ進化といって、ある特定のポケモンたちが進化するんですよね。だからそれを使いたいわ、早く。ミュウツーとかもなるよね。いやー参ったなー、すごいじゃないか。お、久しぶりにこれ見た。1400円か、博士意外とケチいな、懐が。だいたいわかった。何がですか？なあ、君は面白いポケモントレーナーだね。よし、もう一匹ポケモン連れていくといいよ。何？まさか？ガチで？ガチ？俺じゃあもう普通に人影選ぶよ。不思議だね、もう生きて。うわぁ、不思議だね、もう生きてぇな。いや、どうしよう。まずすいません。僕のパーティー的に考えると、今、炎はいる、ファイアローに進化したらなるんで、炎、そして水。そんで、エスパー、フェアリーがいるんで、人影を入れると炎飛行が混ざっちゃうんだよな。だから正直、人影は、いやごめん、俺不思議だね行くわ。普通に不思議だね好きだし俺。人影はね、もうわかるじゃん。強いことが。うん、だから俺も不思議だねした。うん。可愛いし俺、不思議だね好きだったし、サトシの。不思議だねか。なるほど、いいね、いいよ。やったー。まあ、正直、リザードも良かったんですけど、まあ、こっちだな、俺は、やっぱり。
え、なんだポケモンニックネームつけるかい？うん。こいつの名前はグラビアだ。うん。こいつはね、家で多分ビデオで、一人でビデオでグラビア女優見てると思うから、お前はグラビアだ。うん。グラビア。え？メガストーンも渡してくれるって。えぐ。マジかよ。ほらほら、君たちも仲良く遊べといいよ。迷う。ゆっくり決めなよ。さてと、僕の読みではそろそろみんなが揃うね。あー、出た、アメモース。プラターナ博士、あれ、もう皆さんもういらしたのですかね。よし、みんな揃ったね。それでは改めてみんなにサイコロのトレーラー目指し、ポケモンとの旅を楽しんだよ。そしてカラ地方の最大の謎。新たな進化の可能性、メガ進化の秘密を解き明かそう。先ほど渡したメガストーンは戦いでの新たな姿、メガ進化の秘密の手がかりなんだよ。メガ進化、ポケモン図鑑はどうするんですか？それがトラバ君の考える最高のトレーナーならぜひとも完成させようよ。サナはメガ進化気になります。メガ進化について調べるなら、古木タウンはどうかな？あそこには歴史のある街、何かヒントがあるかもしれないね。いいかい？ポケモン図鑑を埋めるため、いろんなとこに行けば、様々な生き方のポケモン、様々な考えの人と出会うことになるだろう。時としてぶつかる生き方、考え方をまず受け入れ、何が大事かを考えることで君たちの世界が広がるんだ。どれだけ人と違うかが、もう長いな。簡潔にしてくれよ。長いっす、話が。待てません。じゃあ、あばよ、お前たち。ふん。ガキどもも。この女の人は？あー。え、やった！おー、峰打ちもらった。そこまでいらねえや。あ！こいつ知ってるぞ、俺。アニメで見たよ。こいつは黒幕だ。うん。なんか、ジガルで、見た、ジガルでちょっと戦ってたわ。変な根っことか表したやつ。うにょうにょ。博士に選ばれた子供たち、どんな可能性を秘めているのか。はい、あちらに。彼女はナーさん。ちょっとこっちにいらして。ほう、君が博士からポケモン図鑑を素晴らしい。実に素晴らしいことで選ばれし者だね。フラダリ。輝かしい未来のため、ポケモンのことを望めようと、プラターナ博士からいろいろ教わっています。おう、君が持っている、それは、ホロキャスター。情報は大事ですから君も活用してください。いいかね、この世界はもっと良くならないといけない。そのために選ばれた人間とポケモンは世界をより良くするために努力せねばならないのです。ではプラターナ博士によろしく伝えておいてください。我は求めさらなる美しい世界を。こいつ黒幕のくせに堂々としやがって顎引いてやがるわこいつ。それにしてもクラダリさんの望む美しい世界ってどんな世界かしら。この広いカラス地方にはいろんなポケモンがいるの。ポケモン図鑑がそれを知るためにきっかけになると嬉しいわね。おおあれおおおおおさっきより俺好きだな。まあこれでいいわ。よくやった。いやこれ結構すごいね。いいわ、ありがとな。あ、来た、5番通り。あ、ルカリオ！お前、俺の仲間になれよ。ちょっと、ルカリオ。あ、こいつ、コルニーだっけな。ルカリオ同士で特訓させてたらいきなり。ねえ、ルカリオ、あなたどうしたの？この人が気になる鼻を感じた？くれんの？まさか。え？マジ？強そうなトレーナー探してる。え？ください！僕が強くします。私シャラシティのディムリーダーコルニー。あなたがバッジを集めていたらいつか戦えるよね。その時を楽しみにしてる。じゃあね。お前マジか。お前いくら俺の仲間になってくれねえか。あーくそ、いっちゃった。やべえ、また来たぞ進化。マジか、今回来てるわ。めちゃんこ進化するわ。ゲコ頭にややこま、昨日ヤコマだっけ？進化後は。確か。かっけえ！もうこの字ね、かっこいいやん。かっこいい。ファイヤロー。ファイヤローとさ、ムクホークの2匹のかっこよさ異常じゃない？ヒノコ。はい、来た。グラビアも進化しますね。いいね。みんな均一にレベル上がってるわ。てか、レベル上がるの早くない？敵のトレーナーがね、めちゃめちゃいるんでね、レベルがすんごい上がりますね。しかも、学習装置でみんなのレベルが均一に上がってくんで、マジで進化するの楽だわ。
うわ、かっけえ、かわいい、不思議そう。早いな、ほんとに。ここまで来るのに。うわ、すごい、見て。なんか今、パルファム宮殿ってとこ来たんだけど、ミロカラスの接近と黄金の像がある。すげえ。どこ？私のトリミアーン。僕の愛しのトリミアちゃんが消えた。聞いたもんな。私たちも探そう。だってもし、もう、これ、長いっすね。ジムまで。2個目のジムまでほんと長いな。部屋の中にいるんか？あ、いたー。お前探したぞ、この野郎。逃げるなよ。追いかけろ、サナ。もう、ちょっと逃げんといてよ。あそこのくぼみが行きと、あ、オッケー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 。お前は、待ち伏せの場所を決めたら、私のうち行ってね。オッケーオッケーオッケー。俺はもう決めてるよ。ここ。ここって決めてんだ。はい。あ、お前はこの辺。で、俺がここにいるから、ああ、そういうことね。なるへそ。じゃあ、まずこう行くやん。そしたら、こう行くやん。なんでお前下に逃げないの？くそ、こいつ、頭がいい。こう行って、こう行って、こいつ、どうすればいいのこれ、俺は。わかった。お前じゃあ、ここやめよう。うん。ここやめて、あ、ちげえな。普通にここに押させればいいのか。お前はここにいろ。うん。お前はここにいて、で、こう、何？ああ、そういうことね。そっちに行けばいいんだ。あ、お前こっち来い。こっちにこいつ来させて、で、ここに、サナを置いて、お前ここにいるよ。おい。え、なにこれ？あれ？どうすればいいのこれ。バッテリーがやべ、少ね。ちょっとうるさいな、下画面。お前はじゃあそこにいて、俺がこっちから詰めればいいんだ。うん。そしたらもう追い込み量だろ。はい。お疲れ様。やっと捕まったよ、ほんとに。ポケモンの気持ちかわかるんだらこうして捕まえれるんだよ。もう、ちょっと、こういう要素が多いね。話が長いっすね、XY。トリミアンと僕は、だってストーリーに関係あるのかな、これは。ドカドカドカーン。ジム戦がね、なかなかたどり着けんわ。うん。おお、綺麗だね。あのね、私ね、女と友達になりたいの。え、俺たち友達じゃねえの？ここまで一緒にいて。友達だと思ってた僕は、惨めですね。これから見る花火、女と一緒だから一緒の思い出にする。昼に花火あげても綺麗じゃないじゃん。煙しか見えんぞ、普通は。あ、夜にして。あ、これあれか、俺の、このやってる時間が夜だったら綺麗に見えたのか。よ、わからんな、明るいから。夜にして。はぁ、すごかったね。絶対に忘れたくないから、このアルバムにしまっとくよ。トリビアンのためのトリビアンの花火。あなたたちこれでよろしいかな？はっ！そういえばさ。あ、ポケモンの上。そう、俺はこれをもらいたかったんだよ。ほら、カビゴンが邪魔だったからこれで吹かないといけないんですよね。ちょっと話に長いからちょっと飛ばしでいい？ポケモンの上でございます。話が早い。いいかい、君で切り替えてもらわないっす。これ大事だからね。あの人のこと忘れようと。宮殿守る苦労は、そうだけど、そうだ、あの、シシさん、メガ進化って知ってる。そしして読んだことがあります。本を読んだ記憶があります。今までそういうトレーナーが不思議な石をかざすと、ポケモンがさらに進化したとか、よければご覧になってください。これはさ、私からです。ささやかなものですが、どうぞ。守る、いいね。いいじゃん、守る。守るの説明もするんかい。諸本の城のご主人、お友達だったの驚き。カビゴン起こしてたら、笛を返さないとね。
もういや、ちょっと今回はもう長くなるからこいつと戦ってもう終わるわ。ティエルノとトロバのコンビに俺とオナーで挑もう。オッケーオッケー、君とお隣さんだったことを思い出したから組んでみたんだ。長いねー、ボスまでジムリーダーまですごく長いわ。うん、なかなか進まないね。ブラックホワイトと比べると本当に進まないわ。要素が多いね。道、いろんなところへ行くための要素が多いですね。まあそこを楽しもうか。じゃあここはもうグラビアで平和に落とそうか。うん、麻痺ってんだよな。おい、ピカチュウに攻撃しちゃダメでしょ。出た、静電気。遅いな、麻痺のせいで。ほんと麻痺クソ能力だな。じゃあこれちょっと一発変えよう。レッドアローにするか。いや、緑水でいくか。いや、緑水技ねえんだよな。まあ緑水でいっか。緑水のレベルも上げたいし、緑水にしよう。緑水は何レベルで進化するんだろうね。前緑水キルリアにいつになったらするんだろう。静電気、オッケー。これはでかいぞ、静電気。平和に俺を攻撃してみな。あー、ぶね、この野郎。あ、ぶな。お前残り2って、何してくれてんのこいつ。いや、レッドアローでいいや。じゃあもう、あっぶな、こいつマジで危ねえじゃん。殺す気だわ俺のこと。あっぶね、マジで危ねえ。ちょっとこれは、これひどない？ねえ、ひどくない？これ、回復するしかねえじゃん。なんなんだこいつら。そんなにいじめが好きですか。へえ。ろくな男になりません、あなたたちは。将来。こんな女の子寄ってたかって。何がしたいんだお前たちは。ナイス。おう、ややこま狙え。そうだ、ややこま狙って殺してくれ。俺を狙うな。オッケー、あぶね。ナイス、炎の体。でかくない？こいつ、炎の体持ってるって。強いな、火の矢コマ。ハリーボーグ。ハリーボーグやっぱダサいね。うん。腕が4あるみたい。エセ怪力、デブくなった怪力。じゃ、これ火の子で、ピカチュウだな。うん。ハリーボーグが目の前の平和に倒してくれ。ナイスー。ナイスー。それができればお前は120レベル。クソ強じゃん。なんか覚えろ。いいっすね。あー、レッドアロー、動いてくれ。レッドアロー、動いてくれ。オッケー、半分以下、半分以下。いいね、動け。ナイス、ヒノコ。ヒノコのエフェクト好きだな。ボッて。ボッ。誰かレベル上がれ。上がんねえか。え、フラベベ。まあ、フラベベとかね、色が違うんすよね。終わらせるぞ、俺のツツクで。ナイス、ひるんで技が出せない。こいつ草タイプじゃないの？え、何タイプこいつ？あ、フェアリータイプって言ってたな。え、俺こいつのことフェアリー草だと思ってたわ。お前フェアリー単体なんだ。驚かし、マヒ。俺はマヒを許さない。クソ要素じゃねえか、マヒとは。いらんわ。レベル上がるぞ、これ。多分誰かの。上がらないね。渋いねえ。トロバと、もう右のやつの名前が覚えれん。もうアメモースって覚えてるわ、俺。名前が覚えれない。名前がちょっとむずいね。みんなのトレーナーとしてのスタイルが違うんだな。さて、次に行けるのは、古武人タウンだな。
おっしゃ、じゃあちょっともう、これはちょっとね、終わりますわ。ありがとうございました。